6月30日、愛媛国体に向けて、県実行委員会は、陸上自衛隊と大会運営や負傷者の救護活動などで協力する協定を締結し、陸上自衛隊が派遣する各支援部隊と開催地の3市町の実行委員会が覚書を交わしました。陸上自衛隊第14旅団の大西旅団長は、持てる力を十分に発揮し、笑顔で支援すると誓うと述べました。これに対し中村知事は、頼もしいバックアップを生かしてスムーズな運営を図りたいと述べました。